こうサインしてもらって、へすごい楽しいの、サイン集めることが。へでもうちの娘はもうサインがもう一番サインが重要になっちゃって、なっちゃって、はあ、ずっとサインを集めて、もう十何人集めたかな、もうコンプリートしたくなっちゃう感じだ。そう、それを東京に行ってもやろうって話して、もう一冊買って、まだもらってない、ね、まあ、俺も買ってきたけどサイン帳なんか向こうにしか売ってなさそうなサイン帳あったから、はい、あ、これ東京ディズニーランドでも集めようと思って俺も。あ、いや面白いのよあれが。で一緒に写真とか撮ったりとかして、なかなかいい感じなんだけどまあでもそれ見てるうちに、ああうちの娘もなんかああいうサインが好きになってきちゃったから、うん、ああいう名古屋駅とかいるような人になっちゃうのかなとか思ってさ、あのいるの名古屋駅とか京都駅とか、うん、サイン急に来るでしょ。あーいるね。あーなっちゃうんじゃねえかってうちの中でも家族でも話し合っても、うちの周りやばいないや別に大丈夫だよそれぐらい。ああ いやサインがだって楽しくてしょうがないんだもん。まあ集めるの楽しいよね。はい、駅とか。でもいる芸人のねサインコンプリートしてる人いるよね。いるでしょ。いる、ま、待ってて。あとなんか宛名書いちゃいけないみたいなあるじゃん。あ、そうなんだ。そういうのもあるよね。宛名書こうとしたら、いや宛名書かないでくださいって言われる。そうなの。そう。本当に？本当本当。あれなんかしてんじゃないのあれ。ま、横流ししてんじゃないの。あ、色紙の。そうなの？あれよ。サイン？そう。俺なんかよくお母さんにさ親戚からこう、うん、おぎやはぎのサインを頼まれるわけ、うん、あの色紙がいっぱい来て、うん、もう年に2回ぐらい、うん、でおぎと会った時におぎにおぎの分書いてもらおうと思ってんだけど、俺もうめんどくさいからおぎの俺が書いてくる。俺の方言っちゃまずいだろそれ。俺おぎの書けっから。まあ俺のも書けっけどね、やいけんね、うん、やと運だけちゃんと書けばいいんだもんな。そうだね、うん。